超帰りて。何がアメリカだ。ろくな給料も払ってくれねえし、ほぼチップなんだよなこの国。もうやんなっちゃうよ。そんなこと言ってば、あ、キャサリン、君は天使だ。今日も仕事行ってくるよ。私は、晴れてんな俺晴れって嫌いなんだよねマジで。曇りが一番好き。あで何今日は駐車違反の切符って、毎日これだわ。毎日同じことの繰り返し、もう嫌になっちゃうよ。もう何かしらぶっ放したのかな俺マジで。なあおいそこの、よし、じゃあレーダーガンを持ってスピード違反を取り締まろうか。 お前は25、 お前は、おっそ、は止まったんかい。っていうかここ何キロ道路なんだよ、もうそれすらわからん。え、何キロ道路、ちょっと待って、え、書いてあるべきじゃないの看板とかに。書いてねえな、何キロ道路かもわかんねえし。まあ多分ね、見通しのいいところだったらすげえスピード出すやつがいると思うんですけど、まあ一応駐車違反切符っていうのがまあこのエリアの主なミッションなんですけど、まあところどころね、あの事件が起きたりとかそういったことがあるんで、まあその都度ね、対応していくというのがこのジョンだけがジョン巡査のまあ仕事なんですけれども、もう早くねえかちょっと。25だな、こいつもこいつも、えみんないい子か。前回の動画はもうあまりにも住民がひどすぎて、なんなら俺は引いてたけどな。どうしようかな。ここは、ここはやばいんじゃないか。ここやっちゃうやついるんじゃないかね、スピード違反とか。なあ。俺思いっきり前走ってるけど。どうした、支援が必要。対応できる巡査は、ケイトの事故の処理。今行くぜ。111メートルか。よっしゃ行こう。んちょっと待って、その前にこのタクシー怪しいんじゃないか。おー、パーキングって書いてあるぞ、お前。ったく。とんでもねえタクシー会社だな、ここ。ほんとに。残り90。あー、近いな。向こう側か。俺さっき通ってきたな。ここ抜けるか？行き止まりって、お前。なかなか見ないぞ、行き止まりの街なんてさ。なあ。嫌になっちゃうわ、ほんとに。行けるか、ここ。いやもう行き止まりって行き止まりしかねえわ。おい、いいケツしてんなお前。ちょっと速度測らせてくれ。ポイ捨てすなよお前、見たぞ。違反違反、ポイ捨てや。はい、今回高卒の警告すますます。まったくこっちはもう警察ライフを楽しんでいるというのに、もう邪魔者しかいない。俺どんどん離れてんだよ事故現場から。俺向こう側渡りてえのに。見つけた、あそこか。いやー、確かに近くにはいたけど、すげえ遠回りしてきた。何が起きたの？ちょっと。はい。現場に到着しました。事故現場を処理して報告書を書けと。ああ、ちょっと見せてごらん。どういう状況よ、これ。お、完全にお前が悪いって。なあ。どうする？いや、もう完全にお前でしょ、悪いのは。は？え、逃げんの？いや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 。逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、ああ、え、ちょっと、完全に犯人逃げられたんですけど。じゃ、とりあえず、とりあえずあなたちょっと身分証見せてください。あ？なんなの？有効期限2019年って、お前、去年のじゃねえかよ。アウトだ、お前もう。あ？で、これ保険証だな。保険証も切れてるし。ダメダメ、もう。ちょっと、アルコール大丈夫だろうな、お前。多分ね、あの事故に遭った方なんですよ、この人が。だけど、お前もおめえでさ、アルコールは大丈夫だな。だ、薬物で大丈夫か、お前。一応薬物検査もしておこう。お前もお前でさ、もう、免許の有効期限も切れてるし、見せてください。逮捕。逮捕なのよ。とりあえずね、交通の妨げになるんで、この車取っておきましょう。ああ。で、お前だわ、ほんと。なんなんマジで。あ、おどっす。あれ、キャサリン、え、キャサリンじゃん。キャサリン、ちょっともういいとこ見せようと思って見てよ、ほら、俺。一人逮捕したぜ。こっちこっち。キャサリン、こっちこっち。キャサリン、ウェーイ、来た、はい。OK。到着。あ、キャサリン。おはようございます。愛してるよ、キャサリン。なるほど。仕方ないかって。ああ、まったく、事故に遭った被害者に見せかけての、まあ、とんでもない犯罪だったな。キャサリン、運転する君の横顔も美しいよ。ああ、考えさせられるな。
とりあえず違反駐車とかを見つけたいんですよね。あら、あここも、はい。お前もう見慣れたわ。見慣れたわ、お前。逆向き駐車。はい。この車いつも逆向き駐車してんだよ。いい加減覚えてほしいわ。あの女性がポイ捨てした。はい、見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 た。見たぞ。I'll just leave you with a verbal warning for now. Oh, thank you. Your shift is over, officer. OK, キャサリン戻るよ。じゃあこうやってね、戻っている間にね、何か違反があればね、もうバッシュバッシュとね、取り締まりっていこうかなと思います。スピードリミット15。あ、初めて見たわ。スピードリミット15な。OK。よっしゃ、じゃあここで15以上出してるやつがいれば、俺はもう速攻取り締まるわ。誰も通らん、ここ。よし、ただいま。何も事故はなかった。すげえ、奇跡。ええ。まったく嫌になっちゃうよ。お前、レーダーガン下ろせよ。もっとパトカーで巡回ができるようになったぞ。パトカー行こうか、じゃあ。お、これが俺の相棒が。トランク。これがあなたのパトカーです。乗車する前にトランクを開け、追加の通路を確認しましょう。トランクを開けて、オッケー、トランクを開けよう。何があるんだ？何もねえじゃねえか。発煙筒を取り出す。この機能は今後のアップデート利用可能となります。じゃあ、乗せんな、ここに。何もねえじゃねえか、俺の。何もねえじゃねえか、俺の。で、乗れるか、これ。どっちなんだ？左か、左ハンドルか。オッケー。さあ、行こう。アクセルペダルと。アクセルペダル。そして S でブレーキね。さあ、行こうか。危ねえよ。危ねえ、おい！なんだよ、もう。運転がめちゃくちゃむずいぞ。むずいって。おい！ちょっといい。すげえむずいんだよ。もう日が暮れちゃうよ。日が暮れるんですけど、視点とか変えられないこれ。カメラアングル変えられる？うわ、ほら、もう。何も見えないのよ。もうほら。何も見えないのよ。もうこんな状況だから。まあいいや、行きましょう。もうウィンカーとか出してられて。とりあえず、すげえね、運転はむずいのよ。運転クソむずいんだけど。バカみてに速いし。早くね？ちょ、ごめんって。やってもうた。超ごめん、ほんとに。大丈夫？生きてる？ちょっと、どうしよう。マニュアルを見せてくれ。どうすればいいんだ、俺は。うん。ごめん、ちょっとやめるわ。うん。納得いかない。納得いかねえ。いや、パトカーね、クソむずいのよ、マジで。え、ウィンカーつけれんの？ちょっと待って。はい。あ、ついてるわ、ウィンカー。マジで？うわ、めんどー、これ。もう。で、俺、ちょっと待って。あのコマンド全部左手でやりつつ、このマウスでこう動かしつつなんだよ。もう超めんど。俺、ちょっとまだ運転できねえな。これ、難しいわ。ちょっと待って、ウィンカー出す。はい、ウィンカー出しまーす。大丈夫か、お前。ギリギリだな。あ？事故現場を処理して報告書を書け。あ、事故現場。これはな、向かうしかないか？え、あそこ？ちょっと、おめえ。目の前で事故ってんじゃないよ。何やってんの？死んでんじゃんか。え？ちょっと大丈夫？お前やってもうたな。あ、なるほど。横断歩道渡ってた人を引いちゃったと。ちょっと待て。何があった？ I used my turn signal. I did nothing wrong. ウィンカーを出してから進みましたよ。何かおかしいですか？つって。頭痛い。もうちょっと待って、免許証見せろ。免許証は？ Here you go, officer. どうぞじゃねえよ、お前。人殺してるんだ。見せてごらん。2020年の7月の7日。まあ、有効期限は大丈夫だな。で、保険証の方は2020年6月25日。これは大丈夫だな。で、お前、じゃあちょっとアルコール検査だな。お前飲んでるんじゃねえだろうな。アルコールは0.18。てめえやっぞ。軽度の事故処理。ちょっと待て。I'm currently busy with another issue. 他の件に対応中だ。ちょっと待ってくれ。お前も飲酒運転もしてるし、でも薬物大丈夫？マジで。もう飲酒運転してる時点でもうアウトなんだよ。何やってんだよ、こんな時代に。まったくよ。もう覚醒剤してんじゃん。いや、もう腹立つな、お前。お金なんか持ってねえだろうな。いや、四刀流って。じゃあ、もう、どんだけだよ。
治安悪すぎだろ。ちょっと待って、他の件で今こう対応してるんだ。ちょっと待って、逮捕だし人殺してるんだよ。まず飲酒運転とりあえず、もう何罪に問えばいいか分かんない。もう死刑だ。Please, no. 頼むじゃねえアホ。ったくよ。で大丈夫？どうすればいいこの人。大丈夫ですか？ちょっと救急車。負傷者が1名、救急車を要請する。頼むわ。なんてこった、腕を失ったか。なんてことだ。救急車。頼む。どっから来る？あ、来た。いやもうみんなどいてあげて。お前もなんとかして来いよマジで。あ、キャサリン。頼むわ。まったく。てお前。お前気も座ってんな、こんな警察いる前でポイ捨てするとかさ。いやーちょっとね、すごい現場だったなー。あれを目の当たりにするとは思ってもみなかったよ。でこいつ逆向き駐車だし、まったく。はいはい、逆向き駐車と。ていうか俺はなんで走ってるんだ。そうだ、俺車を運転しろって話だよな。え、何やってんのこれ、事故った？え、大丈夫？え、何してんの？俺が邪魔だから入れないってこと、キャサリン？そうだ俺、まったく。はい、いやもうだからキャサリンも働いてよもう俺いつまで経ってもパトカー乗れる気がしない。どうしたの、ここはなんで止まってんの。キャサリン、どう見てもうちの車がこれ邪魔してるのよ。見てほら、大渋滞してるのよ。うおさお、事故現場もう OK、 事故現場到着だ。完璧だ。よっしゃよっしゃ、もう何が起きたのここ。こっちよ、こっち。もう、どうした、大丈夫、何したもう。どうしたの。あー、やっちゃってるね、これ。2022年4月の7日と有効期限は大丈夫だな。で、保険証の方も大丈夫だと。うん。ちょっと身体検査をしたい。大丈夫か？キュウリと湿ったレーズンなんか置いとくなよ、お前。アルコールの方もね、一応検査してもいいですか？もう最近ひどいのよ、この辺り、マジで。はい、どうですか。アルコールゼロと。はいはいはい、 OK です。じゃあ一応ね、念のためちょっと薬物検査お願いし、協力してもらってもいいですか。はい、薬物検査どうですか。あ、覚醒剤も、はい、何も、はい、異常なしですね、あなたは。はい、大丈夫です。でちょっとね、はい、Here's your accident. とりあえず事故報告書、何も書かれていないけど、あなた何も悪くないですから。はい、で問題はあなたよ。もうどう見てもやっちゃってるよね、これ。もう何してんの。とりあえず免許証、とりあえず免許証見せてくれ、お前は。有効期限が2021年か。まあ大丈夫だな。で保険証の方も2021年と、うん、大丈夫だ。はい、返す。じゃあちょっと、じゃあすまない、じゃあちょっとアルコールの検査してもらおうか。ああ、ちょっとアルコール検査は、うん、0.00 アルコールも酒飲んでねえのにこの事故を起こすって、じゃあお前もう下手くそなんだよ。で一応薬物検査もしとこうか。もうどう見てもお前が悪いんですけど、うん、薬物も覚醒剤アウト。もう目がいってるもん、ほら。ちょっと覚醒剤の反応が出ちゃってるもんだから、すいません、身体検査見せてください。ちょっともう見えないよゲーム所持品検査お願いします。ああ、もう所持品検査ね、もう覚醒剤のね、もう湿ったレーズン。ここの市民はみんな湿ったレーズン持ってんのかよ。じゃあ、ちょっと、とりあえず自己報告書を書いてもらって、すいませんね。ああ、で、あなたはちょっと停止をかけます。ああ、すいません、もう違法薬物してますから、もう逮捕しましたと。で、これね、はい、レッカー車。OK、すぐ到着してくれると、了解だ。で、このタクシー運転手だったの、お姉ちゃん。ちょっと、そんな格好で仕事してんの、大丈夫？レッカー車頼むわ。オッケーオッケー、もう大丈夫だ。はい、オッケー、よし。はい、じゃあここはひとまず解決と。うまくね、うまくね、ちょっと今のいやー今日もね、街は安全だよきっとなあ。おー、危ない運転むずいんだよこれマジで。おっと、あの車ウインカー出さなかった。ウインカー出してない。ちょっと、おー、待て、おい、おめえだよ。追跡して速度、はい、あの車赤信号無視したお前もうなんてこと。おい、運転手さん、ダメだよ、急いでた。ちょっとねえ、
ダメでしょそんな。え？なんでだよもう。ほらそこ違反してるやついるし。え、もうやってらんないよ。いやもう経験値全部失ったわ。あれ？これは指輪だ。わあ、こんな警察署の目の前にはこんな看板を置くなんて。これはきっとキャサリンに告白しろという合図かもしれない。これはきっと、おい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 、何してんのもう。ちょっとさ、警察署の目の前よ。もうやってらんねえよこんな仕事。